使ってミネストローネを作っていきます。ニンニク、オリーブオイル、まず熱して香りが出てきたら野菜を入れてちょっと炒めていきます。新しい新商品のターナーを使ってやっていきます。じゃあトマト缶入れていきます。ちょっとね、このトマトを潰しながら炒めていきます。スープね、余ってるんで6インチのダッチオーブンを使ってスープパスタ